どうも、手越しげです。手越しゲームハウスへようこそ。というわけで今日もですね、大好きなゲームバロントをやっていきたいと思います。のぶちゃん、どうもナイスですが、ナイスですに聞こえたらしく、海外の方にファッキューって言われました。のぼうです、よろしく。いやー、それいいね。日本語難しい。あ、それ面白いね。日本語は難しい。ナイスですがナイスです。あ、なるほどね。煽ってるみたいになっちゃって。あ、なるほどね。あーみたいな。結構喜んで言うから、その東語ナイスですってよく言ってるもんね。言ってましたね。腹立ったんでしょうね。喜びながら、この野郎こいつ煽ってきやがってと。ちょっとね、気をつけないと。それ面白いね。はい、ということで今回はですね、何すんのよ。結構ね、バロラントのプライベートプレイ動画結構上げてるじゃないですか。うん、はい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 。はい、でそれをなんとですね、あのゼタのコーチのジュニアさんに、うんうん、コーチングしてもらったということで、おお、それ嬉しい。それを見ていこうという企画。めっちゃ嬉しい。なります。すごいっすね。すごいね。僕も見て、いや見てますもんね、うん、やっぱジュニアさんの、うん、もちろんもちろんね、コーチング動画めっちゃ見てる。めっちゃ辛口じゃないですか。うん、辛口ね。あ、はい、ゴミゲームね。普通に言うじゃないですか。いやいや、そんな感じで逆に言ってほしい。あ、なるほど。うん、はい、じゃあちょっと、じゃあいいかもしれないですね。そうそうそう、今までにない角度のコーチング動画ということで、はい、うん、はい、じゃあ早速再生。おお、嬉しい。していきたいと思います。はいはいはい。ふむふむ、ワンタップ。胴体に3発当てていく。2オン3、敵の位置は確定。正面1、炎症2、ワンタップ。後ろはない。なんだ、何それ、なんかあれ。めっちゃ殺してくさ。なんだこれ。何これ。はい、このラウンド、まあ、5点ですかね。5点、ちょっと見ていこうか、もう一回。ちょっとちなみに、ちょっとあんまりちゃんと見てなかった。ちゃんと見てなかったけど、まあ、3人倒したら、まあ、5点なんじゃないですかね。2回右をチェックしようとしてて、まあ、ヒールの反応早いですよね。ヒール。ちなみにヒールは、マウスボタン4番ですね。マウスボタン4番。すげえ、そういうとこは見てくれるんだ。すごいね。個人的には逆でもいいかなっていう。無敵のことなんて言うんだっけ？ディスミスだ。ディスミス4番でもいい気がするけど、まあ。そんなに問題なさ、まあ、慣れで。これすごいよね、ちょっとね。ブロンズ隊にしてはすごいですよね、これね。ここに胴体にエイム合ってんのに、タップする瞬間にヘッドショットに持っていってからタップしてる。これちょっと怪しいよね、ブロンズ。ブロンズの人はあまりできないよね、こういうのって。ちゃんとヘッドショットラインに持っていってからクリックするっていう、ほら。これちょっと怪しいよね、なんか。怪しい。これもちゃんと、ほら、結構ちゃんと。悪いことしてないよ、俺。ちゃんとエイム合わせてからクリックしてんだよね。なんかちょっと気になるよね、ここね。今後気になるね。チート疑われてるじゃないですか。チート疑われてんの。まあ見ていきましょう。まあなんか問題があるんでしょうね。これのエイムでブロンズってこと、何が問題あるんでしょうね。でも、ベタ褒めじゃないですか。うん、まあこのラウンド、とりあえずは、まあ、レイナは人殺してなんぼですから、3キルして。まあ5点いいでしょう。5点。まあちょっと気になるところはこの血の表現ですかね。血の表現、一応このなんか VCT とか公式大会出るときに、公式大会のクライアントって血の表示をオフにされてるんですよね。血と死体の表示を強制的にオフにされてるんですよ。まあ、なんで今後プロゲーマーとか VCT とかチャンピオンズとか、そういう大会にもし出るつもりがあるのでしたら、今から血の表現なしで練習しておくといいと思います。確かに血の血いらないね、はい、まあ、全然エンジョイで楽しむつもりだったら、血の表現とかしたいありで問題ないんですけど、まあ、今後そういう予定が出ないから、でしたら、やるある、なし、出る出る、あ、まあ、公式配信に仕事をいただいて出るはありえるかもしれないよね。それは確かに。だったら大会は出ないでしょ、ジュイさん。いや、目指してます、うちの手越は。ヘビーアーマー全部ありがたいですね。やるからには全部ね。さっきもそうだったんですけど、まずヘッドショットラインが水平じゃないですよね、これね。目線の位置がヘッドショットラインも少し下になってて、そこはちょっと気になりますよね。この敵をこう探してるモードの時にちょっと下なんですよね、これも。ちょっと下ちょっと下 で敵を見つけるとあの上に持っていくんですよ、これが。なんでまず置きエイムの位置をもうちょっとヘッドショットラインに置きながらエイムをする、日常生活でも。なるほどなるほど。
ってところ、これ1点ですね、まず。これもそう、特にスキルを、レイナとかはスキル上に投げた後に一回戻さないといけないじゃないですか、エイムの位置を。これもとかも、エイムの位置をですね、まあ元に戻すという意識。エイドショットラインに。これをですね、まあ、日々気をつけていくと、はい、まあいいと思います。なるほど。ちょっとゲームに入っていきます、ここで。おお、ね、それはすごいありがたい。ちょっと見ていく。すげえ細かくやってくれてんじゃん。すごいっすよね。ね、プロのコーチだぜ。今ヘッドショットラインは、なんて言えばいいんだろう、まあ、カメラの水平の位置がヘッドショットラインで、まあ、こういう模様とかも使えてもいいって感じですかね。まあ、模様を覚えるっていうのは結構大事というか、初心者におすすめ。頭のてっぺんとこの木箱の上って同じだったりする場合が結構多いので、ほとんどのマップで、まあ、こういう木箱あったら、これが頭てっぺんだから損した、損したくらいに。これもね、ちょうど頭1個分なんで、まあ、これのちょっと下。ミニマップ見てるかな？せっかくカメラあるからミニマップ見てるかどうか見たいけど、ちょっとメガネの位置で微妙に見づらいか。なんか壁抜きでヘッドショット当たっていく。なんだこのリコイルコントロールは。なんだこのリコイルコントロールは。オッケー、くさ。くさ。くさっときました。まあこうなったらもうフラッシュとリア合わせて、もう中まで入っていけばいいんですよ。この B サイトの奥ですね。ここまで取りに行きゃいいんですよ。これミニマップ見てる目線って見えんのかな？確かに顔の角度で見ればいいか。ちょうど眼鏡、犬流してる時にミニマップ見てほしいんですよね。かぶってるね。でこれ手越さんがミニマップ見てるかどうかをカメラで見たいんだけど、まあ、多分これは見てないですね。あ、ミニマップ見てる顔これだ。 OK、 これね、この顔ね、ちょ覚えとこう、覚えとこう。これね、この顔の角度、これこの顔の角度ね。 OKOKOK。 ですね、基本としてスモークで止められてる時に味方がドローン出したらミニマップ見て敵がどこにいるかを確認しましょう。これ基本的に報告とかないんで、ま、試合とかだったら報告とかあるんですけど、基本的にノラは報告ないので、まず自分で全部の情報をチェックするようにします、うんうん、めっちゃなちょっと待ってよ、もう止めます止めます止めます。フェニックスフラッシュ、鳥フラッシュこんなところにいちゃいけないってことですよ早くここから脱出しないと。こんなところから、こんなところにいちゃいけませんよさあ 3-4-2。 これは味方をライン合わせて、おお、え、もう一回見よう。え、なんか来たんだけど、バイパー。でも初段ヘッドすごいよね。ほらこれなんかエイムの修正力ですよ、初段ヘッドの。ちょっともう一回見て、これはねマジね強みですよ。この強み生かしていきたい。このエイムからフィンフィンでこう持っていきますから、これすごいっすよ普通に。これちなみにほら、いやだからこれだから、もっといいのは最初からここにエイムがあったらもっと強いんですよ。これ向こう側のここ、マウスカーソルの位置でここにエイムしながらブイッブイッって顔出して、ここにもうエイムがある状態、これにしたらもう勝ちなんですよこのゲーム、うん、これをねやってほしい。ハッピーワン負けワン、リアを流してワイドピークしていく。一回顔出して、味方のフラッシュからってくる。マーケットをトレードしたい、マーケットトレードしたい。おい、なんで裏倒していく。これがわからない。なんか謎のすげえプレイがたまに出るの笑うんだけど。そうだな、ちょっと難しいな。なんかうまくいってんだよな結構。なんか、まあ、結局レイナってもう殺せば勝ちなんで、もうスキルとかじゃなくてもうどれだけ殺せるかなんで、まあ、これ実際殺せてるんでね、これなんすよね。これ手にしていく。ここで水分補給していく。ちゃんと見てるんですね。ちゃんと見てんだ。細かいな。裏の意識、裏の意識は非常に高いんですよね。まあこれもいいところですよね。一応裏は可能性ありますから。今 B のそうですね、そこですよね。初段で当てるよな。これがよくわかんないんだよね。なかなかね珍しいですよ、この胴体に当てないで初段にヘッドショット絶対当てるマンっていう。これ結構珍しい。最強じゃないですか。珍しいプレイヤーですよね。エコラウンド、まあこれはどうでもいいので、エコラウンドゴーストはね、なしでお願いします。あのね、クラシックで完全節約するか、シェリフでワンチャン狙うかですね。で、多分手越さん結構初段ヘッドショット結構上手いと思うので、俺シェリフでいいと思います。シェリフで。シェリフにしてください。ゴーストってヘッドショット2回パンパンって当てないといけないんで、基本倒せないんですよ。買うならシェリフ。買わないんだったらクラシック。というわけでこのラウンドを見ていく。なんか倒していく。え、何これ、歯歯じゃあもうゴーストでいいっす。あれじゃあもうゴーストでいいっす。じゃあ
まさかの。じゃあ、じゃあ、おかみは。折れましたね。ちょっと待って、これヘルメット買ってます。ヘルメット買ってない、ヘルメット買ってない。じゃあもうゴーストでいいっす。ゴースト買ってください。これ意味わかんねえわ。謎。謎です。謎。まあ5点。5点です、5点。5点。次いきます。はい、バンダルでヘビ山買いまして。これはですね、もうここ、このスカイの位置ですね。これこ、ちょっと後ろすぎますね、これね。まあ一旦一息ということで、今回は、で、ローテとして。さミニマップ見るタイミングって難しくない？俺もう何回か見た瞬間に敵が出てきてやられてることが何度もあるから。よく聞きますそれ。ああミニマップ見てたって、ね、そうだからもうあそれが怖いから、うん、もう出てくるかもっていう時には見れないんだよね。だからさっきの壁に隠れたタイミングは俺多分絶対見てんだよ、うん、何味方寄ってて待ってごらん。でもさこのサイト内にも入って敵がどこから出てくるか分かんない状態で見れないんだよね、うん、怖くて。こういう移動中とか見れるじゃん、うん、来る直前敵が出てくるかもゾーンに行ったら見れなくなっちゃうんだよね。ミニマップ見てますね。あでも問題ないですね。ここは問題ないですね。ミニマップめちゃくちゃ見てますね。こっからも見れないんだよね。出てくるかもしれないじゃん。これ一応エルボーちゃんと、うん、そうですね。エルボーマジで怖いですよね、うん、これ死体がエルボーしかないからエルボーリーヤでピークするか。なんなんだそれは。なんなんだそれは。わった。え？リーヤでいいじゃんって思いますけどね、私はね。もうリーヤ使えばいいじゃんって思いましたけどね。さっきのはオペレーターのシーンもそうでしたけど、ちょっとたまにリーヤを忘れてしまう。超言い方悪いけど、うん、もうこのラウンドぐらいまでやってるとさ、うん、相手の誰がうまいかってわかるじゃん、打ち合い。あ、はいはい、まあ勝てんだろ。たぶん満身めちゃくちゃ反省点じゃないですか。リアイラ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 、ワンワンで打ち合い勝ちゃいいんでしょっていう満身。あそれは自分で分かるのすごいですね。絶対満身使えやって俺も今見ながら思ったもん。なんでリア使わねえんだこいつと思ったもん。まあとにかくリコイルコントロールだな、こういうところも2点バーストで区切りまくってるから、もうとにかくリコイルコントロールだな。もうこれはちょっと補助輪クロスフェアも。補助輪クロスフェアも教えます。はい。ここね、2点バースト3回やってんじゃないですか。これもね、ババですよ。こんなシーンは。これ。これをですね、もう2点バーストじゃなくて、もう、敵が見えたらもうこれで倒しちゃう。で、これが、自信がなさすぎて、指切りで撃っちゃうっていうね、これ。で、リコイルコントロールに関しては、補助輪クロスフェアをね、使いましょう。補助輪クロスフェア。はい。それはですね、アウターラインを表示。で、アウターラインオフセット。これをですね、まあ、35。111の35。オフオフ。これをするとですね、まあ、こういうのができますので、四方八方に。これの上の場所にね、こう、弾飛んでいきますので、これを見てですね、まあ、これ補助輪クロスフェアって言うんですけど、イニシエの時代から。これをですね、表示してデスマッチかとかポット打ちで練習して、でこれでリコイルコントロールをこんなもんかって、リコイルコントロールの指の動きですね、これをですね一回ね、あの身につけるとあのいいと思います、うん、でこれ結構邪魔になるので、これが必要になったらオフにしていつものクロスフェアでやるって感じですね、うん、なるほど。自信をつけてください。リコイルコントロールこれできますから、これくらいの距離の打ち合いだったらもう2点バーストでこう指切るんじゃなくて、もうそのままねこう後ろ下に下げて倒してください。これをですね、この倒し方をねですね、ちょっとできるようにしましょう。ちょっとやはり総評にね入りたいと思います。はい、はい、じゃあ今回ですね、手越優也さんブロンズということで、はい、まず打ち合いですね。ブロンズにしては強い気がする。まあリコイルコントロールはちょっとまだね伸びしろあると思うんですけど、初段ヘッドショットの意識非常に高かったので、まあ4ですかね正直。立ち回りに関しては、まあ正直あんまり言うことはないので、まあ2ですね。はい。まあエントリーしてトレードキルする。まあここの意識、まあ2かなって感じですね。キャラコンがあんまり良くなかったと思うので、これ正直1ですね。はい。ちょっとキーボード操作がおぼつかないシーンだったりとか、なんかディスミスした時にジャンプしながら逃げるとかができてなかったので、僕は1とさせていただきます。はい。次ですね、スキル。まあスキルもですね、リーヤーがですね、ガン見しながらリーヤーとか、チョークポイントからリーヤー、
投げてほしいとかあったんで、まあ正直これもちょっと2かなと思います。賢さ、ちょっとこれはちょっと失礼ですね、人に向かって賢さとか言うのはこれ失礼なので5です。はい。パワーは正直あったと思うんで、まあ4ですかね。素早さか、まあちょっと正直3ですね。まあ凄みはね、ちょっとゴーストのシーンであったか、まあ凄みあったかなと思います。5ですね。凄みはあると思います。まあ初段ヘッドショットだな、正直。ゴーストのシーンもそうだけど、まあ初段ヘッドショットの凄みはちょっと感じたかな、5です。はい、伸びしろ5ですね。まあ伸びしろしかない。運か。今回のゲームは結構運があった気がするんだよな。運読んでいきます。ちょっとなんか運良かった気がする。なんか。VC、まあ VC 今回なしなんで、まあなしはなしで別に悪いことじゃないんで、まあ3ですかね。良くも悪くもないということで3です。ってことで今回、テコチさんのスコアはこんな感じになりました。立ち回り、キャラコンスキル、この3つが良くない。逆に打ち合いは強いみたいなね。打ち合いとパワーは強いみたいな感じですかね。はい。はい。ありがとうございました。すごっ。すっごい細かく見てくれてたね。なんかちょっとその気使ってちょい山口とかのジュニアさんになるのかなと思ったら全くなかったですね、うん、通常通りのちゃんと見ていただきましたね。いやでも勉強になりましたね。ね、勉強になった。いや嬉しい、光栄ですよ、うん、こうやって見ていただいて、うんうん、いかがでしたか。なるほどね、そういうとこ上げていけばいいんだ、そういうとこ穴埋めしていけばいいんだとか、そうそう、ディスミスの投げ方とか、まあレイナに関してはね、はいはいはい、確かにと思うのよ。なんで壁貫通するのにもうあの車線通るとこから投げてんなって今見ててすごい思ったし、それ一個多分変えるだけでね、被弾率も多分下がるだろうし、はいはい、あとはあのヘッドラインがちょっと下がるっていうの、治ってきた方なの。策的の時なんだよね。策的下げ癖があるんだよね。癖やついて、あれ癖なんですね。癖。なるほど。絶対癖。まあ、昔よりはマシになってくるね。それでもまだ。昔は本当下向いてたからさ。昔俺のバロランと。下向いてたから。お辞儀してたから。球拾おうとしてるぐらいの。そう。より意識しないとなと思いますね。横コーチングでまた行ってもらうとね、また意識の仕方も変わってきそうですもん、うん、あとはリコイル、そうだね、フルバーストもだからリコイルができてないから多分自信がないから2点打ちになるんだよ、うん、なるほどちゃんとヘッドラインに合わせてパーンって打ちゃよかったのに、雑になんか出会い頭でフルバーストで負けたなっていうのがあるからかな、多分コーチに言われた練習内容を確実にやります、うん、はい。わあ、練習量増やす。いや、練習します、あれは。俺はもうちゃんと実践してるからね。ラズ君に言われた練習方法も必ずやるし、サケジェイ君に言われたのも必ずやってるから、俺かあのすごいなっていう思う人の教えはしっかり守る方だから、うん、必ずやります。じゃあ補助輪手越し、補助輪つけます。補助輪すぐ、補助輪手越にゃすぐ、かわいいな、すぐ後ろに11135すぐやりますアウターライン。もうやろう、はい、というわけで今回はね、うん、なんとゼータのジュニアコーチに、うん、はい、プレイを見ながら、修正点だったりとか練習法だったりを教えていただきました。練習してまた数ヶ月後にちゃんと成長できてるのかっていうのをまたね、もしお時間があったら見てください。よろしくお願いします。というわけで今日は以上になります。ありがとうございました。バイバーイ。